ちは、コウ先生とトシコ先生のソロ版チャンネルです。おって、ちょっと待て、はい、俺、コウ先生おらんやんみたいな、そんな感じなんですけれど。はい。はい、初めてトシコ先生が一人で喋ったっていう。そう、一人じゃない初めてですか初めてです。はい、というわけでですね、今はですね、ちょっと変わったところからお取りをしておりますが、はい、まあ、今日のテーマはですね、トシコ先生今、台湾で、勉強しているということで、まあ、日本の大学とね、台湾の大学と、うん、まあ、なんか講義スタイルとか、うん、なんかやっぱりどのように違うのかなっていうのをね、まあ、ちょっと聞いてみようかなと。はいはい、ちなみに今ほら、コロナウイルスとかの影響で、はい、もちろん台湾とか別にそこまで感染者とかも多くないですし、うん、だから台湾はあれなんですよね、ちゃんともう中国大陸からはもう全部、そうですね、もう飛行機は入れない。基本的には入れないって形になりますね。うん、で、いうことにね、もう、日本よりも結構協力的な対策を取っているっていう感じですかね。まあ、そうですね。うん、っていうところなんですけれども、で、あれで学校が、なんかスタートが遅れたって聞きましたけど、ね。スタートが2週間遅くなりましたね。2週間遅くなった。はい、ってことはいつから始まるんですか ?3 月の2日からです、ね。あ、3月の2日から。はい、でも2月中には帰らないといけない、ね。帰っておかないといけないんです、ね。そう、台湾に戻っておかないと、はい、これから例えば日本って結構まあ、いいか悪いか、ちょっと緩めじゃないですか、その、うん、ね、新型肺炎になってるね。だからそうすると、逆に日本から来た人たちが今度台湾に行けなくなる可能性があるので、うん、それはそれで今度逆にまずいということで、うん、まあ早めに結局ね、戻ってしまうということでね、はい、まあなんだろう、もう次に出演するのちょっといつかわかんないですけどね。そうですね、多分、もう夏。夏ぐらいまで。この夏にね、国家試験があるので。そうですよね。はい。それが終わってからになるかなという感じになりますよね。ということでですね、まあ、本題に戻りますと、はい、大学どうですか？まあ、日本の大学も、はい、慶応大学の、環境情報学、はい、SFC というところにいましたよね。ねまあ、僕は法学部、法律学科にいたんですけど、はい、まあ、それだけでもね、大きく違うからっていうんですけど、はい、台湾の、今は、どんな学科？学科？学部？まあ、僕はその、まあ、中国医学部、略してまあ中医学部、うんうんうん、まあ、中国の伝統医学を学ぶ学部にいるんですけども、うん、もう、まあ、もちろん中身はその医学部の内容もありますし、うんうん、なのでどっちかというとまあ医学系の学部ということですね。はいはいはい、はい。で、日本で学んでた環境情報学部なんかは、うん、どんな学部？なんか環境情報ってなんかざっくりしてる感あるじゃないですか。なんか我々、東日本よくわかんないみたいな、うん。そう、まあ、慶応の中でも確かにその湘南のキャンパス、湘南キャンパスには、学部が3つあるんですね。3つあるんだ。あ、看護医療も。看護医療もあるんです、ね。あと総合政策。総合政策と環境情報なんですけども。うん、はいはい、まあ、もちろん看護医療はまあ看護専門なので、うん、その総合政策と環境情報は、どっちかといえば、まあ、リベラルアーツみたいな感じですよね。いろんなのが学べるっていう。うん、だから、やりたい人は、まあ、環境情報って名前ですけども、うん、例えば建築一本でやるとか。でもさ、専門になるのはさ、俺1年生から4年生もあるけど、うん、はいはい、どの段階で専門とかに行ったりするの？これがね、面白いのは、普通は、例えば文系とかだったら1、2年生、まあ、基礎学部とか。そうそう、で3年生から全部とかね、うん、まあ法学部とかありますけども、その、僕たちが通ってたその SFC のキャンパスは、うん、まあ1年生からもうゼミ入るべきは入っていいっていう。あ、入ってもいいんだ。これ学年関係ない、ね。関係ないんですね。だからもちろん、入ってたの？僕は1年の秋は聴講だったのかな。あ、聴講生としても参加ができる。聴講も可能で、それ面白いですね。うん、で、多分2年生の春からかな。うんうん、多分本格的には入ったと思うんで。2年生からでもいい。やる人が多い感じ？2年生から。まあ、どうなんですかね。まあでも基本的には2年生からが多いのかもしれないですね。なるほど、なるほど。うん、じゃあ、それはまあ、日本でまあ、慶応、ね、の環境情報学部のお話ということで、はい、台湾だと、どんな感じなんだろうね。うん、まあね、もちろんその、今分かってるから、そうね、理系と文系って違いもありますけども、まあ、本当にやっぱりその医学部系の学部っていうのはやっぱりもう基礎を積み上げていかなきゃいけないので、うん、やっぱりそれは本当にもう今僕の学部でいうと、まあ、5年間で卒業なんですけど、うんうん、3年生までは学校で勉強、はいはいはい、で4年生5年生がそれこそまあ研修とか実習ですよね、うん、そうするとあと全然違うところに行って、うんうん、病院で、まあ、それこそまあ自分の大学の病院もありますし、うんうん、あとはまあ近くの病院とかもう台湾全土の、うんうん、それで自分で選べる、まあ、一応基本的には選べますね。日本って選べるのかね、どうなんだろうね。いやどうなんですかね。日本はまあ慶応だったら慶応病院とかなのかな。そういうわけじゃないのかな。それこそやっぱり成績とかもあるみたいですからね。ああ、まあ、ね、うん、勉強頑張ってしなきゃいけないって。まあ、行きたいところに行きたければ、ちゃんとそれなりに勉強しておきましょうっていう感じ。なるほどね。まあ、というわけでですね、うん、でも、その、なんていうのかな。医学部って、もう単純に思ったら、医学部ってそもそも、文系の人からすると、僕、法学部、法律学科だったんですけど、医学部ってゼミあるの、うん、って思ったんですよ、ね、ちょっとゼミっていう日本でも台湾でもそれってそういえばあるのかな、うん、台湾ってあるのかな。まあ僕が今いる大学に関してはゼミっていう概念はないですね。あ、ただもちろんその研究をしたいっていう人はそれこそ、まあ、誰々先生の研究室に入るみたいのは、うん、あるの。まあもちろんそのそれは何でも日本みたいに時期が決まってるわけじゃないでしょ。あのもですね、基本的にはやっぱり基礎がないとね、研究室入っても使い物になりませんから。なるほど、なるほどね。だからまあ僕たちの学部でいう、
といる、まあ、そういう人いることは言いますね。で僕たちの学部特殊で、一度大学を出てる方が入ってくるわけなので、それこそ例えば外でもうマスターまで修士まで取ってるとか、そういう人もいるんだ。いるので、はははは。だそういう人とかはね、もう、うんうん、まあ、勉強しながらここの例えばいろんな生物とか研究したいって人もいますし、なるほどね。だから基本的にはですね、だから普通の医学部だと大体7年か8年生なので、うんうん、その人たちは例えば、まあ余力があれば実習とか研修行きながらその空いてる時間、例えば6年生7年生とかになったら、うん、その6年生7年生は比較的時間があるということ。いや時間はあるとは言えません。あるとは言えないね。もちろんやっぱね、実習だからそれ4年生5年生に比べればってことでしょ。4年生5年生は要するに研修なわけじゃない。まあそういうわけじゃないの。7年生8年生だと5年生ぐらいまでが学校で勉強なんですね。どういうこと。まずじゃあ1年生から例えば8年生まであります、はいはい、じゃあそうすると1年生から5年生までは学校で勉強。あで、戸水工先生の場合はあれか、5年生なので、外で1回卒業しているから、はい、その最初の 2,3 年分はもうカットっていうことですね。あだから今だと実質4年生とか5年生の勉強から入ってるってことね。そういうことですね。だから残り5年っていう、そんな感じだね、うん、はいはい、なるほどね。で、まあじゃあね、今度は話を変えて、はい、で日本の授業スタイルと、はい、その台湾の授業スタイルってあるじゃないですか、はいはい、例えば日本だったら、まあ、それこそ文系だったらね、うん、僕なんかはもう本当に 3,4 年生の時はもうほとんど単位というか取り終わってたんで、はい、まあなんだろう、適当に午前中はピアノを弾いて、まあ午後はソロバンジェクでアルバイトしてみたいな、まあそんな感じの生活もできたんですけど、まあいろいろ国によっても違うのかなと。はいはいはい、で僕は台湾の大学自体は通ったことがないので、うんうん、どんな感じなんですかその辺は。まあ一般的な話をするとですね、多分まあ、そもそも台湾の例えば同じ日本と同じような文系の学部だとすると、うん、まあ4年生、4年間ですけども、基本的に就活って概念がないので。ああ、就職活動ね。うん、就職活動はもう日本だけが特殊ですよね、うん、要するにその3年生とか4年生のうちにもう就職活動しておかないといけないっていうのはなくて、海外では基本的に卒業してから、そうですね、職を探すなり、はい、もしくはもっと経験を積んでからっていうのが一般的ですもんね。そうですね。であと多分僕の感覚で言うと、日本に比べて1年上がるための多分ちょっと、うん、なんていうんですかね、その壁っていうのが結構ある感じがしますね。だから、うんうん、その日本とかだと 1,2 年生に、まあ、3年生単位取っとけば4年生まで、あそうそう、単位をそれぞれの学年でしっかり取らなきゃいけないっていうのが結構台湾の方がしっかりしてるっていうことなので、うん、日本は確かに先に取れちゃいますもん ね、 そうなんですね、先に1年生のうちに取っちゃおうみたいな、うん、ほらやっぱりその就職活動っていう面もあるから、はいはいはい、そういうのはあるのかなっていう気がしますけど、なのであ、まあなね、みんなやっぱり1年1年の重みが違うので、やっぱりもう本当に、まあ、肌感覚で言うと、まあ、その日本に比べて中間期末、やっぱりみんなもうすごい、あそれちなみに図書館とかってすっごいずっと空いてる感じ？あもう普通にずっと空いてますね。僕例えば日本だとね、うん、これ多分三田とか日吉の、まあ、僕は慶応義塾大学の話なんですけど、はい、24時間って多分空いてないんですよ。24時間無理ですねそれはね。でも僕ね、シンガポールに留学してる友達がいて、はいはい、シンガポールの国立大学に留学してる友達は、うん、なんか24時間、うん、図書室がもちろん開放されてて、はい、もうスタバも併設されてるんですよ。ほうほう、これは羨ましいなって僕ちょっと思いましたね。でも SFC も寝泊まりとか、ね、日本の頃はできた、まあ、一応そのちゃんと申請はすれば泊まる。申請はするもちろん申請しないと、ね、いろんなことがあると良くないので、ね、それはあります。だからまあやっぱりなんていうのかな、テスト前は本当にみんなきちんと勉強するっていうのが、うん、だってぶっちゃけ慶応の法学部法律学科だったら相対に勉強しないと単位取るだけだったら、まあね、正直言って全然難しくその話としては難しいですけど楽なんですよ、言ってしまったら、うん、それだって、だけど、我々の、もう僕も文系だったんですけど、理系の人たちとか、あとはまあね、一括りできないですけど、うん、その海外に行ってる人たちを見ると、やっぱり大学って、まあ今になって思えば、まあ今僕はどちらかというとなんか勉強したいみたいな感じなんですよね。だから、どっちがいいかわからないですけどね。まあ、ただその、あとは卒業するのはどうだろう、日本と、その台湾と比べて。ちなみに、俊彦先生どれくらいで卒業したの、大学。慶応義塾大学は僕はいろいろ制度を利用して3年半で卒業、そう3年半で卒業できるんですよ、はいね、単位を取っちゃえば、単位を取ってあと卒論をしっかり、あ論文はね、うん、あとはそのある程度その外国語、第二外国語ですね、あ能力があればっていう、ね、まあ第二外国語問題ないからね、はい、まあ、ってことだね、うん、なるほどね。でも台湾だとどうですか卒業を、うん、しやすいとかしにくいとか、アメリカはやっぱりほら入るのは楽だけど、うん、出るのが大変とかって言うじゃないですか、まあでもこれもね、今僕がいるのはちょっと、ね、医学系の学、うん、医学部の話でいきましょうよ、はい、これもやっぱりその卒業、まあ、それこそ
僕がさっき言ったように1年ごとね、うんうん、上がるのにやっぱり大変なので、まあ、それをクリアしてしまえば今年はできる。なるほどね。だから1年ごとにちょっとそれぞれの中間期末をきちんとそこに力を入れて勉強すれば、うんうん、おのずと卒業が見えてくるって感じです、ね。それこそ、授業ほら、文系とかだとちょっとサボれるみたいなことあるじゃないですか。はい、ぶっちゃけね。これね。それは、そういう授業もぶっちゃけある。あります、それ。ある。あります。で、その、だから、例えばさ、ほら、やっぱり自分で最初詰め込みすぎたりとかするじゃない、うん、大学生ってみんな頑張りたいから。はいはい、でもそうすると、やっぱりなんかもう全部は無理でしょ。うん、そういうことね。そうなの、100% は無理なんで。そうすると、やっぱりちょっと抜いたりとか、することはあるわけ。うん、まあ、正直な話、僕は日本では一回もその、なんていうんですかね、いわゆる、まあ、無断欠席とかしたことないの？ないです。大学したことあるみたいな。僕はギリギリまで休んで、ギリギリで大学生はね。いや、高校生まではちゃんと勉強してないですよ。一応、まあ、成績優秀者取ったこともあるんで、大学になったら途端にね、なんかピアノとそろばんがやりたくなっちゃって、いろいろありますけど。全然ありますけど。あれね、日本、僕、SSC はね、そういうことは一度もなかったんですけど。すごいな。まあね、なんか一応ね、まあ、家からやっぱり SSC まで、距離ありますから、まあまあ確かに、ね。まあ行くならやっぱり遊んでようかな。近いとか遠いとかっていうのは関係ある、ね、まあ、あるかもしれないですね。うんうん、ただ、まあこれ正直な話で台湾の今医学部にいますけども、うんうん、まあちょこっとだけね、やっぱり少し休まないともう本当に他の教科がカバーできない、うんうん、時があるので、うん、僕もそう思うわけですよ、うんうん。だからやっぱり全部を一生懸命やるっていうのは、なかなかね。だからまあ学んだらちょっとここで手を抜くのも必要だなっていうのを学びましたね。やっぱ常に 100% だっても無理ですし、無理ですか、その中間期末にね、はい、対してっていうことがやっぱりありますからね。それを周りもやっぱりそういうふうにやってる感じ。周りはもう極端ですね。もうこの、すごい全部出てるとかちゃんとやってる人もいる。まあもちろんその、それはすごいね。全体の2、3割はいますね。2、3割いるんだ、うん。結構ちゃんとしてるんだ。いや、やっぱり、ね、まあもちろん、それなりの学費を払ってますからね。まあまあそれはね、うん、それはまあ、でもそうは言っても日本と台湾のその医学部の費用っていうのは、うん、もちろんどれくらい、まあ日本の感覚で言うとかなり安いです、ね、かなり安いです。日本の感覚でいればの話ですけどね、うんうん、なのでだから検討してみることはね、おすすめは。そうですね、だから日本の方でね、ちょっと医学系もちろん学んでみたいって方はね、うん、興味がある。しかもだって西洋医学だけじゃなくて東洋医学も学べるっていう、うん、まあ、そうですね、ことですもんね、はいはい、2つ美味しいっていう、まあもちろんなります。まあちゃんと学べばっていうね、うん、いやいや、ただ日本の 医者のしかともらえないですねっていう、そこはまだ難しいんですけど、うんうん、まあ、ということで、まあ、ちょっと話が逸れてしまいましたけれども、はいはい、まあ、ちゃんと中間期末勉強して、うん、まあ、それひょっとしたら中学生とかも高校生とかも同じ話かもしれないですけど、基本的にはやっぱりその、うん、まあね、試験のための勉強で結局その過程でやっぱり自分の力になるので、うん、まあ、それそうですね、うん、それはそうですね。だからソロバン塾でも、まあ、ソロバンの話今ようやく出てきましたけど、はい、大会とか検定とかがあれば、うん、そこに向けてやっぱりやらざるを得ないですし、うん、いや、そのや、なんか大変だけどやってるうちに自然となんかやっぱ結局ね、うん、力がついていくっていう感じなので、今だと例えばね、中学校のと、大体小学校である中学校は例えば試験がありませんとかっていうのはあるんだけど、うん、まあ実際、まあその代わり多分プレゼントがやってると思うんだよ ね、うん、まあ、そうですよね、結局ね、うん、だからやっぱりそういったやっぱり何か発表する場とか、うん、まあ試験の場とか、うん、そういうことがね、あれば、まあ、おのずとみんな、実力がついていくのかなと、うん、結局のところがね、はい、うん、もちろん自発的にね、自分から全部できる人がいればいいんですけど、うん、そうじゃないからこそやっぱり学校っていうかね、うん、そういったソロバン塾とか民間の場所とかっていう場所がありますからね、ぜひ皆さんもね、そういった環境をうまく利用しながらですね、うん、勉強を進めていってもらえればありがたいかなと、今もちろんソロバンもね、ぜひ頑張ってもらえればと思いますので、まあ、引き続きね、とじこ先生いつまた次出てくれるか分かりませんけど、はい、まあ、ひょっとしたらその翌日に出てるかもしれない、あ、そうですね、分かりませんけどね、はい、ということで皆さんまたね、このチャンネルぜひよろしくお願いいたします、ということで皆さんまた良い一日をお過ごしください。